人事部長のです今回はですね YouTube の宮迫博行さんの「宮迫です」チャンネルおよび中田敦彦さんのオリエンタルラジオのですね中田敦彦さんの「中田篤彦の YouTube 大学」まあ、この2つでですね、まあ、非常に学びがありましたのでぜひ共有したいなというふうに思います。 まあもちろんあの詳しくは宮迫さんと永田あっちゃんの動画をご覧いただければと思いますが賞味90分ぐらいですかね2本合わせると80分90分弱ありますけれどもこれはねあの見応えありますあのまあどういうふうに見応えあるかというとビジネスですねビジネスをまあより 発展をさせていいいきたいとということですね、まあ、例えば業績も上げたいとか、まあ、そういうような観点の、まあ、そういうことをです、ね、考えている方にとってはもう本当に目からウロコ的な部分もありますので是非ご覧いただければと思いますが、まあ、これ勝手に私の見方として言うとあの順番はですね宮迫さんのチャンネルからご覧いただくといいのかなと思います。 というのは、まあ、始まりが、時間軸で言うと、宮坂さんの約60分ぐらいの動画がですね、まあ、最初なんですよ。で、まあ、この動画というのは、そもそもですね、そもそもが、まあ、今、宮坂さんが100万人超えている状況の中で、まあ、次は、200万人のチャンネル登録者数をまで持っていきたいと。 いうところで既、まあ、にもう200万人超えて300万人弱まで行かれている、えー、中田敦彦さんに、まあ、その質問するというところからスタートなんですが、まあ、これはですね前半の40分近くは200万人チャンネル登録者数うんうんというよりもどちらかというと中田敦彦さんの方がですね その宮迫さんのチャンネルに加藤浩二さんが登場したこの対談のことについてもう本当に面白いぐらいですねもう笑い転げるんですけども色々とまあこう表に出てない情報も含めて いろいろ出てきたので、まあ、本当に前半、あの、埋設的な部分が40分ぐらいあるんですけども、まあ、それをですね、まあ、本当にぜひ見ていただくと面白いかなと思いますが、まあ、後半の、正面20分ぐらい、20分かかないぐらいですかね、20分ないぐらいが、その200万人チャンネル登録者数にするにはどうしたらいいかという、中田さんなりの、 分析宮迫さんを分析した宮迫さんなり宮迫さんのチャンネルを分析したものをプレゼンされていますこれもですね非常にまた素晴らしい内容ですで、まあ、後半の中田敦彦さんの「賞、まあ、味20分ちょっとぐらいですかね」えー、っていう番組に関しては最終的にはどういう企画でやっていこうかというところですね。 え、どういう企画でやっていこうかという新しい、この番組、まあ、チャンネルの、ま、番組ですよね。番組っていうものを、え、中田さんと宮坂さんのこのコラボでですね、今後始まるっていう、ま、最終的な、こう、企画を動画の中で、え、お話しいただいたんですけれども、今回の、この二本の動画の、ま、すごいなと思う点っていうのは、 キャリアプランをです、ね、これ考えるヒントだなと思ったんですよ。まず1つ目はですね。で、まあ、もう1つはですね、この新しい企画を考える発想力とかですね、企画力とかですね、この辺の着眼点の凄さっていうものを、まあ、今回学ばせていただいたなというふうに思っております。で、まず1つ目はそのキャリアっていう部分で言うと、何,何かで言うと、 前半の宮迫さんのチャンネルの後半で永田敦彦さんがこの宮迫さんという方を分析してそして宮迫さんのチャンネルをですね分析したものがあってでそこで何を、まあ、細かいことは具体的なことは、まあ、チャンネルをぜひ見ていただければと思いますけれども何を概略的に、まあ、大枠で言うと何を中田さんが言ってるかというともうキャリアのことなんですよ。つまり 宮迫さんのチャンネルを分析した結果宮迫さんが過去やってこられた部分の延長線で今番組をちゃんと形成されてるとつまりなんか自分の得意分野をフル,フルで出しているというところなんですね本気で出しているとこれも本当にすごい分析力だなというふうに思いましたけれどもなんかこうねなんか新しいこととか始めると得てすると もう過去の延長戦っていう、まあ、やり方もあるんでしょうけども何かこう全く新しいことをやり始めてしまったりとかする場合ってあるんですねつまり過去を一旦リセットしてですねリセットして新しいことをやってしまったりとかするんですがまあそういうものがなく宮迫さんがフルにこの活躍できるような内容でやっておられるというお話です。 でまあ、あと、まあ、もう一つ言われていたのがこれ前提の話として、えー、永田さんが言ってたのは、まあ、このやっぱり芸能人もでこ YouTube に来られる方も増えてるとでただその、まあ、超綺麗とか超かっこいいとかそういう人はもう別としてこれ別枠として、まあ、芸人とか、まあ、芸能人と言われる方でチャンネル登録者数をやっぱりバンとこう、ね、増やされてる方々っていうのは 基本やはり毎日投稿をしているという話が出てきました。で、それ確かにそうだなと。もうテレビに出る芸能人さんが片手間に YouTube やったところで、 やっぱりこうね、チャンネル登録してる人だとか、視聴者の人からすれば、まあ、その、重きを置かれてないとか、YouTube に本気出してないなっていうことが、は見て取れる部分があるわけなので、まあ、それで、やっぱり飽きられるっていうことがあるという話なんですが、もう本当にそうだなというのはすごく感じます。で、もう一つの観点で言うと、やはり継続してやっていくっていうことですよね。だから、これ、視聴者視点だと思うんですよ。 もう見る方々の視点で物事を言われてるなっていうのはすごく感じましたまあこの辺りがキャリアの話なんですよだからまあ言いたい部分で言うと私的に感じた部分で言うと自分自身の強みなり自分自身がどのフィールドに行けばどういうふうに活躍できるかっていうところのポジションをちゃんと考えてえまあ本気でやるということですね これがやはりまあ、キャリアの中では大事なことじゃないかなというふうに思います。で、まあ、もう一つの、新しい企画を考える、まあ、この発想力っていう話なんですが、これは、どちらかというと、中田敦彦さんの後半の部分が主になるかと思いますが、えー、まあ、宮迫さんのチャンネルで最後ですね、中田さんが、この宮迫さんのチャンネルを分析して、唯一これやってないなっていうのがあると。 宮坂さんは強みを生かして、あの、本来なら一番、まあ、このポジションでやっていけばいいっていう部分をやってないというお話がありまして、それが、まあ元々、もともと、ね、やっておられた、長年やっておられたですね、アメトークっていう話なんですね。で、まあ、もちろんこれは、 テレビでやってる番組なのでじゃあ YouTube にそれ持ってこれるかっていうとそれはもう持ってこれないというお話なんですが宮坂さんのやっぱりこう強みなり良さっていう部分を発揮できるっていうのはその『アメトーク』的な部分だと。でそこでいった宮坂さんの番組が終わってその後と永田さんの番組に入るんですけどもそこでじゃあどういう企画でやろうかという話になってまあ結論で言うとその。 宮迫さんが MC で中田さんがその誰かゲストを呼んだ時の,このゲスト紹介ですねゲストをプレゼンするというような立ち位置でそしてまあゲストの方に登壇してもらうと、まあ、3, 3人がトリルプ,ルルプルウィーンのような状態になるということを目指そうというお話がありました。 いやこれは本当になんかこうね、お互いがお互いリスペクトし合いながら、お互いがお互い良さを活かし合いながら、そしてまた第三者を何人もことも巻き込んでいくというような発想ですね。いや、これはすごいなあと思います。これがやはりビジネスを生み出すっていうことになるというふうに思いました。 だから人とのまずそのコミュニケーションなりとか会話、対話っていうのがすごく大事だなとでそしてまあお互いが何を目指していくのかっていうことをです、ね、ちゃんとまあ共有し合いながらですねこうやってディスカッションしていけばこういう新しい企画も生み出されていくということですねで、まあ、企画を生み出すってことも大事なんですけどもその前提としてお互いがウィンウィンそして今回だと3人3者がですねトリ,トリプルウィンになるような状態をまあ考えながら えー、企画をしてると。これがすごいなと思います。やはり、誰かだけが、えー、勝ってですね、誰かが負けるような状態みたいなことをしてしまうと、これ、長く続かないわけですね。だから、みんながみんな幸せな状態、みんながみんな良い状態を作れるってことが、まあ、長く続けられるコツじゃないかなというふうに感じました。ということでですね、ぜひ、あの、まあ、 ぜひね、実際のものを見てください。宮迫さんのチャンネルと中田厚彦さんのチャンネルですね。まあ、約90分弱ぐらい、2本でですね、ありますけれども、これは本当見応えがあります。見応えありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。私も本当に学ばせていただきました。はい。ということで、えー、ぜひ、えー、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。